お待たせ。変かな。アラミコの伝統的な民族衣装なんだ。イダ姉さんのお気に入りでさ。今さら姉さんの真似をしたいってわけじゃないよ。でもアラミゴ奪還に向けての最後の戦いだからさ、一緒に戦いたいと思ったんだ。ありがとう。あなたにそう言われるとなんかちょっと照れちゃうかな。とにかくあなたを呼んだのはね、最終決戦を前に気合を入れておきたかったからなんだ。組手に付き合ってくれない？ここにはかつてモンク僧が修行した場所があるんだ。そこでちょっと体を動かそうよ。